スッキリで加藤さんが淳ももう48かって言ってましたよ。まあそんな加藤さんはね、もう54とかじゃないですか。僕より年上なんで。まあでも、まあ、いつまでも若手だと思ってた後輩の淳も48かっていうことなのかな。極楽とんぼの加藤さんからすると。そうですね。ちょっと最近、極楽とんぼの山本さんの誕生日が、2月の23日が誕生日なんですけど、まあコロナ禍っていうのも、まあお誕生日おめでとうございますっていう LINE はしたけど、まあみんなで集まってご飯でもと思ったんですけど、今まん延防止等重点措置で、まあ大人数で集まれないので、ちょっとまん延防止が終わってからにしましょうかって言って、いつがいいですかってその品川庄司の庄司とか、ココリコの遠藤さんとか、それこそペナルティの脇田とか、まあいつものメンバーのスケジュールを合わせようと思ったらなんか5月まで合わなかったんですよね。で、みんなそれぞれ忙しい。でも昔から忙しいのになんか最近スケジュールが全然合わないんですよね。皆さんの家庭を持ったからかな。あんだけなんか特に約束もしなかったのにいつも同じ仲間で週の 3,4 回会ってたメンバーと今1ヶ月に1回も会ってないっていう不思議ですよね。ずっと売れっ子ですごい。まあそうね、仕事売れっ子っていう感覚はないんですけど、まあ仕事は毎日してますし忙しくさせていただいてるんで、そうね、無理しなくなったんじゃないですか。ああ、まあ確かにそうかもね。無理して2時3時まで飲むかってことをしなくなったから会わなくなったのかも。もう、庄司なんか、ほんと毎日飯食いに行ってたけどな。まあでも庄司がミキティと結婚してから、ちょっと遠慮するようになったか。いつも誘っちゃなとか。で、庄司に子供が生まれてからは、さらに、まあ子供もちっちゃいしなーってこう誘わなくなったか。だから僕はその軍団山本と言われるその極楽とんぼの山本さんを筆頭にココリコの遠藤さん、ペナルティ脇田庄司、あとまあたくさんいますけど、そんな中でもそのメンバーの中でも結婚が僕は遅かったんですよね。で、山本さんからはまあ遠藤さんも庄司も脇田も結婚しちゃったから。その、まあ、俺と同じ思いだったんだろうね。ご飯誘いづらいとか、なんか気が引けるとか。だから、俺はね、その時結婚してなかったんで、ガンガンこう連絡来てましたけど、やっぱ結婚してから来なくなったかな、ケイちゃんからも。で、言われてたんですよ。俺が結婚してから6年後にお前は結婚してもいいみたい。で、山本さんと僕が6個違いなんで、山さんが結婚して6年後に、お前の結婚の許可を出すって言われてたんですけど、ちょっとなかなかしないですから、あの人が。もう待ちきれなくてね、先に結婚してしまいましたけども。チャンネル登録よろしくお願いします。